ミスター京都、寺倉のコウと申します。まあ、京都の方で医療機器メーカーの方で学術ってちょっと特殊なチームに入っておりまして、まあ、そこで会社員もあり、まあ、簡単に言うと会社員ですね。コンテストで出るきっかけとしては、もともと小学生から3つ夢があって、まあ、その1つの夢がレッドカーペットを歩くことが夢だったので、まあ、これの今回このコンテストをまあ優勝しても、いろいろ一つのきっかけとして、まあ、これで近づく、その夢に一つ近づけたらいいかなと思いました。見ての通りハーフというのがあって、まあ、日本チームもありますし、あとスリランカチームもあって、まあ、それでいろんな、まあ、英語もできますし、まあ、日本語で現地の言葉はスンガリー語というのがありまして、で大学はもともとロシアの大学もあったので、まあ、ロシア語もちょっと少しできるというのが、まあ、一つのアピールかなというのを、この3ヶ月間頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。